今回私が紹介する選手は背番号25番奥川千佳選手です。こんにちは。こんにちは。私は千佳と呼んでいます。出身は藤枝順心です。先輩よ。まあ1対1の守備がとても強いですね。あとすごい走れますね。そしていちいちうるさいですね。家にシアターがあるそうですね。はい、そうです。プロジェクターを大学時代の時に買って、もう部屋でバンバン一日中こうやって見てます。お菓子作りが得意。うーん、そうですね、好きです、趣味みたいな。前作ってくれたのは何だっけ、なんかなんとかボール、はい、あ、スノーボール。スノーボール、うん、よく作ってくれますね。あ、ハカさんとマナさん家に行ってオムライスを作りました。へえ、上手にできましたか。ちゃんとこう真ん中割ってパカッてやるやつです。じゃあ今度ぜひ作ってください。あー、そうですね、チームはすごい親しみやすいというか、皆さん優しく優しくこんな私を接してくれて、とても私は過ごしやすい生活を送らせていただいております。うるさいね、うるさいですね、皆さん。すみません。サポーターの方々は、まあ、やっぱ大学までサポーターっていうサポーターがいたわけじゃなくて、まあ、応援してくださる方はいっぱいいたんですけど、保護者とかが多かったので、なんか改めて、あ、すごいなんかサポーターがいるチームっていうか、愛されるチームってこういうことなんだなっていうふうに思いました。おー、作ってきた感じですね。作ってない、作ってない。今欲しいものは、今欲しいものはなんだろう、今欲しいのはもう今まだあのスピーカーがちょっと2個あるんですけど、ちょっと音質音量的にちょっとちっちゃくて、音質音量いい感じの、ちょっと部屋後ろにもこう置ける感じの、こう後ろからもこう音きますみたいな、部屋ボンボンする感じの、そういう感じのスピーカーが欲しい。隣に迷惑なんない。いやー、静かな感じで。ぜひそういうスピーカーを皆さんお願いします。ぜひ。以上、うるさい奥川千佳選手でした。次回私が紹介選手を今から決めますので、しっかり見ておいてください。いきます。はい、14番はじまどか姉さんでございます。はい、お願いします。よろしくお願いします。お楽しみに。はい。